みんながチャンネル登録してくれるように儀式をしています。チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんこんにちは。本日はここからジェットパックを使って相手チームのジェットパックを先に撃ち落とした方が勝ちってバトルをしていきたいと思います。みんなで同時に、なんかすげえ悩まったぞ今。皆さんこんにちは。今日はここから相手のジェットパックを先に撃ち落とした方が勝ちというゲームをやっていきたいと思います。うろちゃんもニヤニヤした顔がとってもベリーキュートですね。まあ僕の方がベリーキュートなんですけど、うろちゃんが何言ってんのかわかんない。うろちゃんも説明が下手っぴでよくわかんない。はい、それでは第1回戦目、よーい、スタート。さあ、ちょっと強くなったジェットパックで相手を撃ち落とせ。相手を撃ち落とせ。当たんない。当たった、誰かに当たった。ほら、一人やったんですから。ほら、やった。まあ、3人、こっち3人、あっちは2人。ってことは、第1回戦目は俺たちの勝ちだ。えい、溜まってよ、スペシャル、溜まってよ、スペシャル、溜まってよ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 。はい、それでは2回戦目、ジェットパックバトルやっていきたいと思います。よーい、スタート。うれうれうわー、全然うまい。くそ、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 頑張れ、味方、頑張れ、頑張れ。ういー、ボビちゃん。頑張れ。今度はどっち、どうだった？ 3 対3で引き分けだ。お、コロコスペシャル溜まってないぞ。ぬれぬれぬれ。取られるな。スペシャル溜めさせるな。あ、溜まっちゃった。溜まっちゃった。よーい、スタート。うわぁ。うわぁ、え、なんか当たってなかった俺。いやー、ごめん、クソ、ごめん。うわ、ごめん。どうなった、どうなった、どうなった。ほらぁ、イェーイ、ブグチャー、ブグチャー。あ、すごい、2対2だ。すごい、すごい引き分けだ。ナイス。結構うまいね、二人ともね。じゃ、4回戦目かな。よーい、スタート。はい。いや、当たれ。当たってくれ。当たってくれない。いや、むずい。いや、むずい。ごめん。当たんなかった。あー、皆さん。え？ブロちゃん、誰もやれてないじゃないですか。誰もやれてない。俺、下手くそだ、全然当たらんよ。くそ、お、誰か当たった。いやー、ごめんなさい、一人だけ持ってった。一人だけ。僕しかいないんですけど。ああ、はは、待って、ひでおさん、ジェットパックの下だけで倒してる。すごい。イエーイ。皆さんこんにちは、うなチャンネルです。本日は福笑いという夏っぽい遊びをしていきたいと思います。これ編集で夏っぽくないよってうなちゃんが入れるらしい。で、今回ですね、福笑いをスプラトゥーンでやるに至って、目をつぶって地面に、まあ、お題を決めてその絵を描いていけたらいいなって思います。今回は福笑いをスプラトゥーンでやるにあたって、目をつぶって地面にお題を決めてその絵を描いていけたらいいなと思います。で、今回まあスプラトゥーンなので、イカちゃんの絵を見ないで目をつぶって地面に描いていこうかなと思ってます。よろしくお願いします。どうしようか、俺からやるか。そしたら俺見ないで描きます。そしたらひろさんは待っててね。やだ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 ね、やだ。皆さん、ここ使って書きたいから、ちょっとどいて、どいて。こっち来て、こっち。どいて、どいて。ねえ。なんで紙の上にいるの？ずっと。どいてよ。まあ、イカって言っても、このスプラトゥーンの似顔絵描いてもいいし、このイカを描いてもいいんだよ。そう。ね、俺は、まあ、こっちのイカ描こうかな。じゃあ、目をつぶります。目をつぶって、描いていきたいと思います。ちゃんと目つぶってんのか、あいつは。目つぶってんの？目つぶってんのかって聞いてんの。俺はとりあえず、三角を描きたい。まず三角を描く。
こんくらいか。まず三角を描きまして、足か、足かこう。足を、ここに、書いていく。あ、おじゃ。うまちゃんに怒られそうなんですけど。これ僕書いた。これ見て。これ僕書いた、これ。終了！終了です！終了！イカ書きましたけど。なにこれ？なんだこれ？これなんか良くない。良くないものを書けちゃった。なにこれ。いや、難しいな。あれ、俺目なんて書いたっけ。おじゃ、目書いてた、書いてた。目書いてた、書いてた、書いてた。おのちゃん待って、おのちゃん待って。よいちょ、よいちょ、よいちょのよいちょはよいちょです。えふ、えふ、よいちょのよいちょ、よいちょのよいちょはよいちょです。よいちょのよいちょはよいちょです。よいちょちょちょ、よいちょちょ、よいちょのよいちょはよいちょです。俺、たくそすぎたので、このパブロの、ボイの子に、絵描いてもらいます。あ、筆入れたぞ。筆入れた。俺は竹で描いたけど、あの子は筆で描くみたいだから、細かい作業もできると思うんだ。イカちゃんを描いてくれてるのかな。これはどうなる。でもまだわかんないよね、どんな絵になるか。お、なんだこれは。三角ゾーンを描いてんのか。あ、でもすごいぞ。あ、すごい、うまいかもしれない。うまいかもしれんけど、だ、筆止まっちゃったよ。わかんないわかんない、なにこれ。なんかウサギみたいになってんですけど。デッキ見て。あ、すごいすごい、輪郭描けてる。あ、すごい、見ないでここまで描けるんだ。すごい。ここにさ、目描いて。ほら、これウサギさんみたい、これ。どうなる？あ、もうわかんなくなっちゃってるよ。わかんなくなっちゃってるよ。どこに筆入れていいのか。ひりおさん？あ、ひりおさんなんか点つけてる。目かな？ひりおさん絶対俺のにも描いたよな、目。絶対。完成か？これ。完成？こっちから見たらウサギさんに見えますって。あー、これなんで消しちゃうんですか？痛い、痛い。なにこれ？あ、見てみんな。これイカ。みんなわかる？これ。これイカじゃなくて、インクリングのイカちゃん。髪と顔書いてある。すごい。上手上手。上手。イカちゃん描いたの。イカちゃん描いたの。ウロちゃん、イカちゃん描いたの。目開けて。目開けて描いた。せっかくなので、もう共同作業ということで、ここのフリースペースを使って、みんなに、まあ、目をつぶってね、好きな絵を描いてもらいます。まあ、各自多分絵を描くと思うんですけど、もう、ひでおさんが、顔を作ってこれ、目開いてるよな、ひでおさん。うまいんだよな、でも。ひでおさんうまいよ。みんな目つぶって描いてるのに、ひでおさん開けてる気がする。これ、つぶってたらすごくない？え、待って、これひでおさんじゃない？ひでおさん、ひでおさん描いてるよね。すごい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 、お花みたいになってきた。はい、どうも、ラキです。皆さん、こんにちは。本日はですね、ファッションショーをしていきたいと思います。今から、私が、あ、やめなさい、ひろさん、ひろさん、やめなさい、やめなさい、やめなさい。今から、私が、テーマを決めます。で、第1回目のテーマなんですけど、海に行くなら、どんな格好という。はい。夏の海の格好を、みんなにしてきてもらいました。なので、今から一人ずつ、海っぽい格好をね、見ていくので、これがね、ポイント制で、被ってしまったら、ちょっと海っぽくても、まぁ、ちょっとなしと。ポイントは0ポイントになります。被らないように、他の人とギア、服装が被らないように、おしゃれな海の格好、テーマに沿った格好をしていきたいと思います。海に行くならどんな格好だって。そんなのこんな格好に決まってるでしょ。
ふのちゃんが海らしくないですよ。それでは、一人目の、イカちゃん、顔を上げてください。さあ、どんな格好をしているのでしょうか。テーマは、夏。夏の海に行く格好ですね。お!サングラスに、シャツ。ボーイだから、サンダル履いてますね。お、いいですね。まあ、最初はね、被ることないから。素晴らしい、海っぽい。ちょっとワイルドな感じですね。おー、なんか、いそう。確かにいそう。はい。ということで、じゃあ、二人目のイカちゃん、オープンしてください。よろしくお願いします。ここで被ると、被った二人はポイントがなくなります。サングラスを上にかけて、服は青、下はサンダル。あ、これ被ってないね。おー、かわいい。メガネつけてるこの子もサングラス。かわいい。しかもおしゃれだ。すごい。おしゃれおしゃれ。はい、じゃあ3人目のイカちゃん。ベリーキュート。3人目のイカちゃん。は、ゴーグルとライフセーバージャケットとクロックスみたいなアイテム。あ、かぶってないここまで。おー、かわいい。ゴーグルつけてる。ここまでかぶってないぞ。すごいね、みんなね。で、最後がヒレオさんなんですけど、じゃあ、ヒレオさん、服を見せてください。よろしくお願いします。ヒレオさんはどんな格好しているのか。なんでわざわざ前に来るんだ。めっちゃ近く来るやん。あ、ヒレオさんは、何それ。ちょっと待って、後ろ向けるかな。なんか白いサンダル被ってない。この、服は何これ、パイナップルみたいな。かわいいでしょ。何この服、めっちゃお尻プリプリしてるって。これ何、まあ、被ってないからセーフですね。ただちょっと夏か。これ夏だからカラッと、夏だからカラッと上げてもらってセーフでしょ。だって被ってないですから。夏ですよ、カラッと上がってんですって。まあ、ちょっと海という、あー、じゃあセーフ。みんな、1ポイントずつ入ります。おめでとうございます。そしたら次のお題に、やっていきたいと思います。ヒレオさんは、どこかな?ここだ!はい、ということで、第2回目のお題を発表していきたいと思います。次のお題は、山を登るならこんな格好という、山登りに適した格好を、してきてもらいました。一人目のイカちゃんからオープンして、ファッションを見せてください。皆さんこんにちは。ヒレオさんチャンネルです。今回は山登りだって。山登りのお洋服。まあ、僕は山登りなので山登りなんですけど。じゃあ一人目のイカちゃん、よろしくお願いします。どんな格好をしているのでしょうか。最初、お!最初はバケットハットに、マウンテンパーカー、そして足はスニーカーですね。いいね。あんまり肌を出さない方がいいんだよね。山登りは。虫とかがやっぱいるから、もうこんな格好、いいんじゃないでしょうか。山っぽい。それでは二人目のイカちゃん、表をお上げください。よろしくお願いします。かぶるか。かぶってない。バケットハットっちゃバケットハットか。に、なんだその格好は。チェックのシャツに、足はスニーカーですね。まあ、ちょっと肌の露出が多いか。まあでも、大丈夫。かぶってはいない。かぶっていないです。大丈夫です。OK です。そしたら3人目のイカちゃん、よろしくお願いします。さあどうだ ?3 人目。かぶ、これ被った?落ち込んでる。これ被ったな。上の帽子が被っちゃいましたね。で、シャツは、また独自のシャツと、まあ、靴もね、独自なんですけど、これは二人ともポイントがゼロになります。あ!被ってる!被ってる、被ってる!いや、僕は被ってないですけど、被ってる、この子が被ってる。頭かぶってんですから、この二人。へぇ、かぶってるかぶってる。はい、ということで、最後の、ヒデオさん、ファッション見せてください。どんな格好しているのか。
イレオさんはなんで毎回前に来るのかな。どうしてそんなに店に来るのかな。お、どう、かわいいでしょ。山の格好はできてる、できてますね。ブーツに、んー、ちょっと暑そうな格好ですけど、え、かぶってはいません。そしたらヒレオさんとボーイに1ポイントずつ入ります。ということで、今ヒレオさんが2ポイント、ボーイが2ポイント、イカちゃんが1ポイントずつですね。はい、第2回はこんな感じで。イエー、ヒレオさんはどこかな。ここ。それでは3回目のファッションショーをしていきたいと思います。今回のお題がですね、まあここショッピングモールなので、デートをする格好で来てもらいました。で、ただデートするだけだと、だからちょっとつまんないかなと思ったので、オールブラックホワイトのモノトーンのモノクロコーデで、デートという設定で来てもらいました。はい、ボーイの子、かっこいい、センスがあるぞ。黒と白、黒と白、帽子をかぶって、なんかちょっとあれだね、なんか B 系な感じのストリート系のね、ファッションをしております。ちょっとボーイっぽくていいですね。いいですね、ポイント入ります。はい、じゃあ二人目のイカちゃん、よろしくお願いします。ボー、あ、お、お、ちょっと待ってね、この帽子は茶色じゃないか。ちょっとこれアウトです。これアウト、アウトです。これは黒と白じゃないので、ポイント入りません。ゼロポイントです。来るのでしょう。黒と白は合ってるけど、なんでガスマスクしてんの。デートだよねえ。ちょっとね、この人デートのにガスマスクつけてくる人なんだ。これは、ちょっと、デートには合ってないから、ポイント入りませんね。これ入りませんね。怖いんですけど。はい、それでは最後のヒレオさん、お見せください。さあ、これ被らないんじゃないか？黒と白被るか？どうだ？さあ、オープン。白と黒。セーフ。しかもちょっとオシャレ。オッケーオッケー、デートには。いいですね。ということで、今回もじゃあ、ボーイとヒレオさんに会えるのか。1ポイントずつ。ふいえー。どう？どう？かわいいでしょ。かわいいでしょ。かわいいでしょ、デート行くんですから。ってことは、優勝は、ボーイとヒレオさんだ。おめでとうございます。ヒレオさんとボーイの子が、ファッションショーの、1位ですね。見えないくすんのやめてもらっていいですか？他の人を。ヒレオさん、口元しか見えないから。近いな。本当に近いな。イエーイ、僕じゃーん。僕優勝、僕優勝。ナイスナイスナイス。うなちゃん、これからうなちゃんには試練を受けてもらいます。まずは食い棒をパイに見立てて投げるので、それを避けてください。顔にぶん投げますから。制限時間は1分です。早速やっていきましょう。よろしく。試練って何？試練。お、ちょっと！試練って何？ヒロさん、試練って何ですか？試練。え？あれか？あ？あれか？あれか？あれを避けるの？あの攻撃を？なんかめっちゃ隠れてるけど。え、あそこから攻撃してくる食い棒避ければいいってこと？そうです、そうです。結構近いね、これね。ね、近いよね。これ避けるの？いけるか？てか落ちてもダメだよね、これね。まあ、頑張ります。皆さん、俺頑張るから。応援しててね。
ね、俺誕生日だからね。いた、いた、危ない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 。なんか全然当たってないんですけど。おい、頑張れ。なんか上から、上から狙ってる人時々いない？危ない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 。あ、痛い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 。死ぬ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 、今の死ぬ、今の死ぬ、今の死ぬ。おい、頑張れって。おいおいおい、頑張れ頑張れ頑張れ。おーい、全然当たってないじゃないですか。痛い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 。あー上から当てられたぞ。上から狙ってる人の上から当てられたぞ。第一の試練、失敗です。ディディーン、うなちゃん、アウト。おい、ひろさん、やられちゃったよ、これ難しいよ。これ、これむずいぞ、なかなか。難しい、うなちゃんなら超えられる試練だと思ったんですけどね。じゃあ、ひろさんやってみてよ、これ難しいから。ひろさんもやってみて。やだ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 。ちょっとゲームマスターもやってよ、これ。これ難しかったよ、これ。あ、始まりました、始まりました。ちょっと待って、ゲームマスターゲームマスターもう、もう黄色だらけじゃないですか、体が。避けて、避けて、避けて。怖い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 。無理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 。無理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 。すごいですか、でも、ちゃんとしゃがんで、避けてますね、ゲームマスター。ゲームマスター、1分間いける？それで。ほら、上から狙ってる子いる、時々。やられた。痛い！やられちゃったんですから。違う？違う、僕は落ちちゃったからですよ。インク踏んじゃったからやられたんですから。うのちゃんの負けだし。なになに、今回は何が言いたいのよ、ひでおさん。こんなとこに呼び出して。うなちゃん、前回の試練は残念でしたね。今回の試練は、パブロのツンツン攻撃を避けつつ、ガチホコをゴールまで運んでください。僕はゴールで待っていますよ。うなちゃんの健闘を祈ります。あ、ちょっと、ひろさん、それだけ言って、それだけ言って言っちゃうの？大変だよ、ゴールまで運ぶのって。ねえ。ねえ、そんだけ、頑張るしかないのかな？頑張れ、うなちゃん。これが君の試練ですから。うわ、なんか待機してるんだけど。待機してるんだけど。ねえ。いるよ、よに。これ何、待って持っていけばいいのかな。まずじゃ、関門から行けばいいよね。そうだよね。関門2個あるので、はい。よろしくお願いします。ちょっと待って。これ撃っていいのかな。撃つよ、俺。撃っちゃおう。持っていくぞ。ツンツン避けよう。ツンツン、ツンツン避けよう、ツンツン。やばい。あ、これいけそうじゃない？あ、いや。ちょっと待って、やばい、待って、意外ときつい。やっつけちゃう。頑張れみんな、頑張れみんな、いけ。あれ、僕はどっちを応援してるんでしたっけ、これ。あ、オッケー。よし。うなちゃん、撃つのはやめなさい。これはハンデですから。ちょっと、第2段階まで来たんだけどさ。撃っちゃダメらしい、やっぱり。これ。撃っちゃダメらしい。なので、撃たないで、自力で運べます。難しいよな、ツンツン。持ったらスタートだよね。いきます。はい。ちゃんと、撃たないできなさい。うなちゃんならいける。やめて。怖い。うなちゃんならいけるはずだ。頑張れ、うなちゃん。負けるな、うなちゃん。お、すごい、うなちゃんうまい。怖い、これ。やめて。あ、落とされた、助けて。いけ、あ無理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 無
無理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 。ひなちゃんは、まだまだですね。ひれおさん。これ無理。これ無理よ。無理。これ無理よ。僕、ベリーキュートだからね、打っていいはずだから。関門がね、ちょっと待って、関門がね、すでにこれ今、関門がない状態で、ひれおさん始まるぞ。あ、始まりました。関門がねえぞ。打ってるよ。ちょ、マスター。ゲームマスターの、完璧に打ってます。え、誰かやっつけてる。ゲームマスター、ホコショット打ってるけど。俺のこと止めたくせに。うわぁ強い。待って、マスター。マスター結構本気じゃないですか。マスター、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 おら、イエーイ、ブグちゃーん。何、平尾さん、なんか言いたいことあるの？うなちゃん、前回の試練も前々回の試練もダメダメ残念でしたね。僕は余裕だったんですけど、今回の試練はトラップ地獄を避けながらガチアサリをゴールまで運んでください。え、あ、なに、え、そんだけ、そんだけ、あいつ要件だけ言って言っちゃった。ああああもうそんなにいらない、そんなにいっぱいいっぱい、いらない、いらない、いらないってばよ、いらない、いらない、いらない。はい、試練をいただきました。トラップを避けてこのデカアサリをでね、相手のゴールにね入れていきたいと思います。まあトラップが合計8個、8個ついてるんですけど、1個も踏まないで、まあ極力行きたいんですけど、まあ、死ななきゃいいよね。入れられればいいよね。ということで、好きなルート使って、入れていきたいと思います。いきまーす。8個でしょ？ちょっとね、怖いよね、やっぱね。あ、いけた。ここまではいけた。ゴールあそこか。運ゲーじゃねえ、これ。近いか。やめろ。怖い怖い怖い。怖い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 。どうしよう。これ塗ってるってことは左から回っていいんだよね。この上とか。あ、いけそうじゃね？ほら。ほら、いけるいけるいける。はい。え、ゴール近いけど。ゴール近いけど、いい？いや、これはあるな、これ。ここむずくねえか。怖い！あ、怖い！あ、これ登れないの？これ登れないんだ。できるだけ端取るか。できるだけ端と、で、あれ、ないぞ、ゴール。あれ？あれ、トラップは？うなちゃん、頑張れ、うなちゃん、頑張れ。うなちゃん、頑張ってくださいよ。いいから、ゴールして。はい。皆さん、トラップ、一個も踏まなかった。何にもないじゃん、トラップ。ちょっともうゴールまで行くの大変なんですけど、これ向かうのがさ遠いんですから。えちゃ、えちゃ、あ、実はね、これね、僕がねゴール行くまでの間にね踏んじゃってました、トラップ。ごめんなさい。だからトラップなくなっちゃった。うなちゃんのやつ簡単になっちゃったんですから。マスター、あ、ちょっと、なんでマスターへの道にあるんだよ、トラップが。なんでゴールじゃなくてマスターへの道。マスター、マスター、これ簡単でしたよ、この試練。ナイス、うなちゃん。うなちゃん、ナイスですけど。